いい子で待ってたかい、アンズ。はい、村正様。行きます、行きます、村正様。そろそろ旦那帰ってくるから。人工授精ダメだった。うん、私はただ孫が欲しいだけなのよ。なんでそれが叶わないの？福田君来てから増えてんだよね、団地のガキの万引き。うん、息吐いて。あと 1,2 回生きんだら生まれるから頑張って。こんなの何が面白いの？現実見なくていいから。子供できたの？なんだ俺産んだの？終わったわ、斉藤の人生。何？また来てんの？バカな恋愛したことないやつなんてこの世にいるんすかね。お願いします、離婚させてください。僕絶対里美ちゃんと別れない。自分だけ不幸なふりしてんじゃねえよ。生きててね、あんたも命の一つなんだから、生きてそこにいて。不甲斐ない僕は空を見た。